韓国では段階的日常回復が今月1日から施行された中、新型コロナウイルスによる1日の新規感染者数は4日連続で2000人台に達した。中央防疫対策本部によると、今日の0時基準での新規感染者は2248人と集計された。これは、その前の日発表の数値より96人少ない数値である。また、この日の新規感染者の感染経路は、市中発生が2219人、海外からの流入事例が29人であった。今月から施行されている段階的日常回復により、防疫措置は緩和され移動量が増加したことで、感染拡大の危険が高まっていると分析されている。防疫当局も当分の間、感染者の増加の流れは避けられないと見ている。韓国政府は、感染者の規模よりも重症患者の規模に、より重きを置いて管理する方針である。しかし重症患者数も最近、顕著に増加している。この日発表の重症患者は411人で、前日発表数より29人増加した。重症患者数が400人を超えたのは、今年8月31日以降67日ぶりである。韓国政府は現医療システムでは、500人以内の重症患者を安定的に管理することができると見ているが、感染者の増加に備えて前日、首都圏の医療機関に追加の病床確保のための行政命令を下した。一方、死者数も増加している。この日の0時基準における1日の死者数は20人となり、ここ3日連続で20人台を記録している。